皆さんこんにちは、デミーロです。今日はこちらの呪術廻戦マンチョコフィギュア入りの方を購入したので開封していきたいと思います。の呪術廻戦の動画を上げているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。でこちらなんですけども、フィギュア&シールが全5種ということで、と今回だけの限定呪術廻戦マンが入ってるっていうことで、このシールが全5種でフィギュアが5種類になるので、こちら近くに行ったんですけど5個しか売ってなかったので、とりあえず5個開封していきます。ではどんな感じで入ってんだろう。あ、こういう感じね。チョコと、あ、ノバラちゃんです。フィギュアがかわいい。でチョコはこの中に入ってるのか。開けていきましょう。ノバラちゃんにはノバラちゃんが入ってるとかではないのかな。ではいきます。あ、スーパーイタドリゼウスだ。これとこれは別なんだね。続いてフィギュアはちょっと全部開けた後に。では2個目、フィギュアが、あ、めぐみくん。フィギュアめぐみくん来ました。続いてシール、シールが、あ、かぶった。スーパーイタドリゼウス、早いしかぶるの。続いて3個目です。まずフィギュア、じゃん。あ、スーパーイタドリゼウスさん、すげえ。フィギュアかぶりなしだよ今のところ。続いてシールが、じゃん。あ、え、嘘、やば、スーパーイタドリゼウスだらけ。これってレアじゃないのかな。でもこのスーパーイタドリゼウスって。ではいきます。あ、五条先生です。フィギュア、フィギュアコンプするんじゃない。これはちょっと、もうシールはもうイタドリくんしかいないので、いきます。4個目、じゃん。え、やば、そんなことってある。やばいんだけど、これはもうシールは全部スーパーイタドリゼウス説。これってなかなか出ないんじゃないの。多分レアなんじゃない。意味わかんないんだけど。では最後のフィギュアいきます。じゃん。あ、やった、フィギュア、フィギュア揃いました全部。これで、あの、スーパーイタドリゼウスだったらやばい。最後ぐらい違うの欲しいな。最後のチョコいきます。あ、ユージくんでした。5枚ともユージくんだ。すごい。それもそれで、ちょっとフィギュアを組み立てていきましょう。ということで、ちょっとフィギュアを組み立てていきましょう。今これ野原ちゃん組み立てたんですけど、手が全然緩くて抜けちゃうんで、なんかこういう感じなのかな。あと、なんかちょっとノリが出てる。悲しいぞこれは。でもフィギュアの出来的には結構思ったのより可愛いので、なんか前回のエヴァのやつが結構出来があんまりだったみたいなんで、これは可愛いと思います。ただね、腕が落ちちゃうんですねこれ。後で。続いてユージくん組み立てましょう。このなんか磁力の手の部分がすごいいいかも。磁力のところが透明になってますね。ユージくんはちゃんと手がはまりました。あ、いいじゃん、めっちゃかわいい。すごいです、この磁力のエフェクトがクリアになってるのと、顔も割と可愛いんじゃないかなって思います。ただ野原ちゃんの腕が残念だけど、こんな感じですね。ユージくん、なんか台座が今回これは緩い。手は大丈夫だったけど。続いてめぐみくん開けていきましょう。めっちゃや
ばい、これ髪の毛痛い。はい、ということでめぐみくんは組み立てるとこんな感じですね。なんか台座が緩い、でも手とかも首とかも緩いのでなんか簡単に取れちゃう。これ続いて五条先生、これはなんか簡単に組み立てられそう。顔だけドッキングすればいいんで、なんか台座に入らなくて一生懸命入れてたら五条先生足が取れちゃったので、皆さんこれお気をつけください。あとでこれ接着剤でつけます。五条先生、最後にスーパーイタドリゼウス、これ組み立てていきましょう。お、めっちゃいいじゃんこれ。結構このスーパーイタドリゼウスがめちゃめちゃ出来がいいです。あー、でもなんか手が緩いから取れちゃう。何なんだろう、まあ、とりあえずフィギュアはコンプリートしました。はい、ということで今回こちらの呪術廻戦マンチョコのフィギュア入り開封してきました。こちらがコンビニとかスーパーで購入できてお値段がちょっと高めなんですけど550円となっております。ぜひぜひ気になる方早めに購入してみてください。東日本先行販売になってるので西日本の方はこれから出ると思いますのでぜひお待ちください。なお呪術廻戦の動画他にも多数上げてるのでぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上デミーロでした。